みんな似たようなカートに乗っちゃってさ、俺はお前らとは違うんだ、お前ら一般庶民とは違ってな、 GLA だ。あの僕車のあれとかわかんないけど、多分これ会社でしょ、よくわかんないけど、あの近いうちマリオカート9が出た頃には多分あれだぜ、あれが出るから、フェラーリ。僕何がいいかわかんないけど、あと なんだっけ、あのボルシチみたいな名前のやつ、なんだっけあれ、あのなんかポッポから始まるやつ、なんだっけ、なんかあったよね、ポーポー、なんかそういう外車がとにかく俺は好きなんだ、よくわかんないけど、この車遅くね、ねえこの車の性能もしかして良くない？ねえ、この車使ってて思ったんだけどさ、すごい曲がりにくいしさ、スピードもそんな出てる気がしないしさ、あんまりって感じがするんだけど、気のせい？見た目だけこれもしかして。あ、車体に傷が。ちょーっと。外車なんだからもっとちゃんと走れよな。外車なんか関係ないか、今のは。ゲーッ！ポイントが、ポイントとかレートがマイナスされるばかりだ。くそー。何がダメなんだ。車体が悪いんだな、多分な。車体とキャラクターが悪いんだ、多分。もう、分かってるもん、自分でも。あ、これ見た目だけなんだなって。気づいてるもん、ちゃんと。格の違いじゃないや。格の違い見せつけてやるぜ。お前らが乗ってるそんなしょぼいヘボい車とは違ってな。こっちはちゃんとした会社なんだ。これいくらしたか知ってる？ 5 億。5億したんだぞ、この車。お前らのその車なんで多分100円とかで買えないでしょ。100均とかで買った車でしょ。格の違い見せつけてやるよ。そんな100均で買った車じゃなくてな。まずここでアイテムを使うぜ。そしてこのバナナをしっかりと後ろにつけて、防御体制も取っていくと。あのヨッシー早いな。コ。コっていう名前なんだ。いい名前だな。そのコの一文字で何があれなのかわかんないけど。一回ここで防御表示として一回これやるとして、待って、5曲がなくなってきた急に。まあ、いつもないけどね。赤コーラを守備表示として召喚して、急に流量が止まった。もう流量やったことないけどね。流量で知ってるカード、ブラックマジシャンガールと、ブルーアイズホワイトドラゴンしか知らないぜ。白木青い独眼転送砲芸みたいなやつね。あのよくわかんないけど。これ捨てるぜ、一回。この進み邪魔に見えるけど、てか車体に、あの、普通に汚れがつくないでやめてください。何？ショートカットだと。やるじゃないか。君の名前なんて言うんだ？アメリカ国籍なのは分かったけど。君にこれあげる。とりあえず。まずい！まあ、許す。車体に傷が入ったけどね。車体の傷一生ね、あの、恨むからね。リプレイでちゃんと誰が与えたか、ちゃんと見て請求書ちゃんと請求するからね。ナイス。意味よ。別に。そんなにアイテム取りたければ取ればいい。3位か。悪くない。まあ、目標は1位だが、まあ、多分無理なので、とりあえず、高順位を保つことを意識しよう。ふんふーん !2 位。まあ、悪くないんじゃないかな。まあ、これが格の違いってやつよ。1位のやつは、ぶち切り早かった。多分あれだね。今はだいぶ中キャラ中カスタムを使ってるんだろう。あの子ってやつは。レートも高いしね。多分ヨッシーになんかクマちゃんカートとかを使って、なんかやってんだろうな。卑怯者が。ヒカキン TV みたいなの来た。ヒカキンさん結婚おめでとうございます。サングラスしてる人みんなヒカキン TV に見えるんだけど。ヒカキン TV、Every Day。あ、ブンブンハロー YouTube。お、ヒカキン TV どこ行っちゃった。撮影に行っちゃったのかな、多分。あ、アーニャ来た。これアーニャでしょ、多分。かわいい。え、あれアーニャだよ。え、再現性めっちゃ、あ、でもアーニャってそんなでかくなくね。ヒカキン TV と身長真逆じゃね、これ。え、でもアーニャってこんなでかくないよね。アーニャってもうちょっとちっちゃくなかったっけ。アーニャ、人の心読めるって言ってはないか。言ってないね。いや、言ってるわけないね。そんなこと言ったら、多分、ってなっちゃうよね。お、いっぱい人が来た。俺には仲間がいるよ。まあ、こいつは全員敵なんだけどね。みんな敵だよ、お前ら。仲間ざらしてきてんじゃねえぞ。缶コーヒーってさ、量少なすぎじゃね、思ったんだけど、何ミリなの、これ。何ミリリットルなの、これって。教えて。150g って書いてるけど。150ml ってこと？わかんないけど。え？ 150g って、え？ 1ml って 1g なの？ちょっと誰かコメントで教えてください。僕そこら辺ちょっと額がないんでわかんないんですよね。いけ！貫け、みんな！どけ！いい歳してタヌキのコスプレとかしてんじゃねえぞ、てめえ。痛々しいんだよ、おっさんが。俺の偽物がよ。いや、タヌキコスプレしたやつに負けたんだけど。いつまでハロウィンの気分でいいの？もうハロウィン終わったよ。しかもめっちゃマイナスされたし。嘘だろ。
タヌキのコスプレしたおっさんに負けるのめっちゃ悔しい。俺は罰金銀なんだぞ。お前らとは格が違えんだ。お前と違って俺は金を持ってんだよ。わかるか。ミラーか。ミラー考えたやつって絶対サイコパスだよね。よろしく。どげどげ。うわミラー、うわミラーマジでやりづれ。なんだこれ、ほんとやばいんだけど。思い入れのあるコースだから余計にやりづれえな。これ左か。やりづれえ。違和感でしかない。これマリカガチ勢ってミラーも得意なのかな。なんかガチ勢であればガチ勢ならほぼなんかミラーって苦手なんじゃない。もうこんな風にね。あガチ勢ってさ、元のコースになんか体が覚えちゃってるからさ、ミラーとか超苦手なんじゃないかな。あこっち逆半切っちゃったみたいな感じになるんじゃないかな。あの決してバカにしてるわけじゃなくてですね、たまたまそういう声になっちゃっただけで。ドギリンク、お前もちょっと金持ってるんだろうけど俺以上ではないはずだ。このキノコを大切にして生きていくぜ。このキノコはあれだからね、あの普通のキノコじゃないから、これ松茸だから。これ松茸めっちゃ高い松茸だからね。お前松茸食えるかお前らな。あお前ら松茸そんな食えねえだろ多分、金持ってねえから。きたー、のこのこミサーキー。いつもの空手で走りたかったけどね、ちょっと残念ですね。日本人とアメリカ人戦おうじゃないか、やろうぜ。めちゃくちゃ上手い人いたけど、今19218とかいうなんかすげえ高いやついたけど関係ねえ。なぜなら俺たちは日本人、大和魂があるからだ。お前らとはわけが違うんだ。アメリカンのあのハンバーガーとかすごい好きだけどね、悪いけど戦っていくぜ。曲めっちゃ好きこれ。アイテムに頼るしかねえ。さあサンダー来い、サンダー振れ、うなれ、とどろけ、ファイナルメテオサンダー。まあ来ないんだけどね。ちょっとちょ待って、ちょっとどこ行ってんの、どこ行ってんの、どこ行ってんの。お前取り残されたんだけど、もうマジで最悪なんだけどこのゲーム。金持ってるからっていいことねえな、あんまり人望がねえんだ僕には。このままじゃ人望がねえや。同窓会行っても多分ね一人ぼっちになってるタイプだ。まあというわけで今日の教訓ですけど、まあ金が持ってるからといってあの性格がゴミだとね、まあ貸すということになるんで、皆さんもお金が持ってるからってね、あんまりねあの調子のないようにしましょう。